ヘルシンキ市内におけるブオサーリの位置、ブオサーリは、フィンランドの首都ヘルシンキ市の東部、海岸に位置する地区である。面積は15.38平方キロメートルで、市内で最大の地区である。ヘルシンキ地下鉄の終着駅である、ブオサーリ駅と、その隣駅のラスティラ駅の二駅がある。ヘルシンキ市内で急速に発展している地域の一つで、1990年代、 初頭から人口が急増し、2007年現在、の人口は33,988人である。現在も、住宅地の建設は続いており、2010年には、住民の数は4万人に達する見込みである。ブオザーリはその自然や、あまり開発の進んでいない旧洋向きの海岸で、有名である。ブオザーリの南東の端にある、自然公園、ウーテラもその一つで人気がある。 自然保護の観点から新たに住宅地を作り続ける計画が批判されることもある。ヘルシンキの新たな主要項としてブオサーリー港が2008年の完成を目指して建設中である。しかし、建設計画の決定が2002年になされた後も、その計画についてはしばしば議論の対象となっている。2005年現在、ブオサーリーの人口の7.7%を 外国人が占めており、11.6%はフィンランド国外で生まれたものである。ヘルシンキやその周辺には、この割合がさらに高い地域もいくつかあるが、ブオザアリには特に多文化的なイメージが持たれている。また、ヘルシングエネルギアの天然ガス発電所が2箇所ある。ありがとうございます。